それでは不意打ちをやっていきます。今回は拉致られている対象を救出するミッションとなります。バイクで向かってますが、車でも大丈夫だと思います。対象は車で移動しているため、機動力のある車やバイクで追いかけて、運転手を攻撃し、車を止めるといいと思います。車が止まると、救出対象が逃げるのであとは護衛戦になります。助け出した後に追っ手がやってくるのですが、車が10台、それに2人乗っているので20人の追っ手がやってきます。同時発生は2台までなので2台を運転でやり過ごした方が楽かなと思います。今回はもちろん全滅しますので20人の追っ手を相手にします。敵の数の割に報酬が少ないので賞金稼ぎにはおすすめしないミッションですね。ラマーのミッションはこういう割に合わないミッションが多い気がします。対象はサンアンドレアスの外周を走る高速道路を走っているので、遅い車だと追いつくまでにかなりの距離を走らされてしまいます。遅くなっても高速道路をぐるっと回るルートなので、いつかは戻ってきます。追いつくのが遅くなっても倒されることはないので、先回りしてスナイパーなどで運転手を狙う方法もありますね。まだ時間かかりそうですかね。いい加減長いので、倍速にします。追いつきました。それではしのぎを開始します。ここで一つ、ドライブバイをするときに気をつけてください。車の後ろから狙うとたまにリロイに当たってしまってミラー落ちてしまうことがあります。私は3回ほどリロイを倒してしまいました。はっきりわかるんだね。射撃はガバガバ。いやー、マジで当たらないっすわ。ミス。これじゃ拉致が開かないので、次に並走して運転手を攻撃する作戦を行います。下手くそか。全然タイミングが合ってない。無理と判断してタイヤを狙い、走行不能にする作戦にします。お、やったか。立て直したか。もう一発当てたらどうかな？やったぜ。後輪両方壊してもまだ動くのかしぶといですぞ。じゃあ、前輪をやるか。ここだ。しまった、ぶつかってしまった。はまった？はは、これでもう手出しできまい。手間取らせやがってこの野郎。あ、復帰しやがった。ちょ、待って。あれ？リロイ乗ってなくね？リロイどこ行った？あんたどこにいたんだ？どうすんだ？車奪って逃げる予定だったから、移動手段がないぞ。ほら、二欠するぞ無理。どうすっかなー。と思ったら追っ手がやってきた。とりあえず対応しなきゃ。はじめに言った通り、ここの追っ手は2台ずつが5回来ます。1台目を倒したら素早く車で逃げると、2台目以外は湧かないので、比較的に逃げるのが楽になるかなと思います。高速道路で戦うときは一般通過車両に気をつけましょう。気をつけないとこうなります。銃声を聞いてクルルアは暴走状態になるのでどういう動きをするかわかりません。あ。GTA の世界ってなんで一般市民は捕まらないんですかね。車線に入るなって言ったよね、言ってない。ひっちゃかめっちゃかなので、何代目か覚えてません。ただ、意外と一般通過車両が縦になってて被弾しないですね。もうわけわかんねえな。おっぶえ。終わったっぽいので、持ってきてくれた車で帰ります。超スピード。
ビール冷えてっか。しのぎ完了です。お疲れ様でした。